フェイゾンの n i ー t e n d o 専用ゲームソフト。FPS を中心としてアクションゲームの要素も取り入れられたゲームである。メトロイドシリーズのプライム3部作の第1弾。時系列はメトロイドとメトロイド2の間で、ストーリーはメトロイドとフェーゾンという物質が深く関わる話となっている。今作は主人公であるサムスの視点によるプレイ。 ファーストパーソンシューティング方式が採用されている。また、謎解き要素が多く、アイテムや仕掛けの種類が、RPG 作品並みに多いのも特徴。プライムシリーズ3部作の中で唯一、セロ A とされている作品で、Wii 版でも変更されることがなかった。2009年2月19日に、Wii で遊ぶメトロイドプライムとして Wii に移植された。 Wii で遊ぶセレクション版では一部の仕様がメトロイドプライム3コラプションを基準としたものに変更されている。詳しくはプライム3の項も参照。操作は Wii リモコンとヌンチャクにのみ対応しており、他のコントローラー及び Wii リモコン単体には対応していない。操作方法はプライム3コラプションとほぼ同様であり、 Wii リモコンのポインタで照準と視界を調整し、GC 版と違い攻撃しながら、サムスを動かすことも可能。ビームの種類変更は、バイザー変更と同様の方法で行う。おまけ要素の入手方法も GC 版のスキャン率と、ゲームクリアに応じた解禁から変更され、プライムサンコラプションと同様にスキャン率増加や、ボス的の撃破などで収集できる。 クレジットを交換して入手し、ゲーム進行に応じて交換可能な項目が増えていく。また、プライム3コラプションからの要素として、ゲームクリア後に、スキャン率データを受け継いでの二週目プレイが行えるようになり、スキャン率100%への難易度が若干下がっている。メトロイドフュージョンとの連動要素は、カットされたため、初代、メトロイドは遊べなくなったが、フュージョンスーツでのプレイは、 ゲームクリア後にクレジット交換で可能となる。また、ハードの性能上昇に伴って GC 版に比べて画質が大幅に向上している。2017年3部作と歌われていたコンシリーズであるが続編と思われる4の制作が決定したと発表された。その後長らく続報はなかったが2019年1月25日に 任天堂により求めている品質に届いていないとして、これまでオリジナルのメトロイドプライムシリーズの開発を担当したレトロスタジオと再び組んでの開発の再スタートを発表した。初代メトロイド及びゼロミッションでサムス・アランの活躍によりスペースパイレーツは全滅したと思われていたが、惑星ゼーベスの軌道上では戦火を逃れたパイレーツの一団がいた。 生き残った部隊は二つの部隊に分かれ、一方は、ゼーベスに再び戻り、要塞の再建を目指し、もう一方は、新たな星での要塞再建を目指して、強力なエネルギー反応のある惑星ターロンフォーに降り立った。そこで目にしたものはかつて超人族の文明がその場所にあったことを示す遺跡の数々だった。その再建されたゼーベスが舞台となるのが、 スーパーメトロイドである。やがて彼らは謎のエネルギーが遺跡の一つである神殿の地下に封印されている。隕石から漏れ出していることを突き止めた。後にこのエネルギー物質をフェイゾンと名付け、この物質には生物を突然部屋にさせる特性があることが分かった。スペースパイレーツはターロン4の生物にフェイゾンを組み合わせる。生物実験を始めるとともに、 神殿地下に封印されたフェイゾンの核である隕石を手に入れようとするが、神殿の封印を解くことができず、入手に困難を極めていた。その頃、サムスのスターシップのレーダーがターロン4の軌道上に浮かんでいるスペースパイレーツの船を発見する。船の内部に侵入したサムスは、そこでフェイゾンでの生物実験の結果を目撃する。英語表記はフェイジン。 生物の遺伝子に影響を与える放射性物質。被爆した生物は死亡、もしくは突然変異を起こし、その毒性に耐えられるように身体機能が著しく変化する。基本的には岩石に浸透して鉱石の形になるが、この鉱石は非常に危険な性質を持っており、生身で触れれば、たとえフェイゾンによって突然変異をした。 生命体でも一瞬にして死に立ってしまう。またコンバットバイザーの危険感知機能にも警告で反応する通りサムスが接触しただけでもかなりのダメージを負う。パイレーツはこの鉱石を採掘し仲間のパイレーツやメトロイドに注入して実験を行った。またこの鉱石の中には意志を持つものも存在しておりこれをコアとしたサーダスと呼ばれる 無機生命体が存在する。通常は毒々しい青色をしているが、濃度の濃いものは赤色や黒色に変色する。なお、ターロン4と同時期にエーテルでも確認されているが、どちらの惑星もフェイゾンを含有する隕石の襲来により、フェイゾンがもたらされ、その隕石の発生源は惑星フェイザである。ありがとうございます。